さあ今日のイカライフ動画はショートインプレッションといきましょう。何に乗ってるかというと、室内でわかりますかね、アウディの A4 になります。さあ今日はアウディ A4 です。この4つの輪っかは、アウディはユニオングループ合弁会社だったので、その大元アウディとホルヒとバンダラーと DKW でしたっけ、はい、間違ったらすいません、はい、の合弁会社の意味で4つの輪という意味ですけれども、はい、A4 です。でこれ2リッターモデルです。これ、約10万円ぐらいのマトリックスヘッドライトがついております。あの対向車とかの部分だけをヘッドライト切り抜いて眩しくしなくしてという、なるべく明るい、走行環境を手にするというものですね。はい、これ2リッターモデルですけども、加えて S ラインです。 S ラインは55万円ぐらいだったと思いますけど、オプション設定のパッケージです。なのでこの顔つきは S ラインの顔つきです。バンパー周りのデザインとかもちょっと違います。サイドのスポイラーもちょっと違います。でホイールはこれオプションで19インチがついております。確かこれも19万円。アウディの A4 は 1.4 リッター、2リッターのエンジンラインナップがあって、1.4 は肉のみ、2リッターにだけ、肉モデルとこのクワトロシステム、四輪駆動があります。はい。そして、ちょっとトランクをお見せしましょうか。トランク思いのほか奥行きがあるんですよ。もちろん6対4分割で、で、こういったところにお買い物とかなんかそういうぶら下げておける、フックもありますし、しかしながら後席を後ろからは倒せない。でもゴルフバッグも斜めにここにスポッと入りますので、工夫すれば2個とか3個もうまく入りそうな広さです。後席をどうやって倒すのかというと、はい、後席こんな感じです。あ、ここで倒せますね。はい、はい、6対4分割になります。でこれ先ほど、僕がずっと運転してきたインプレッションを取る時のシートポジションでそのままです。乗ると、はい、膝元ちょうどお尻をズボッと深く腰掛けると、あ、僕足短いんです。あ、これシートの座面めっちゃ長いですね。お尻をスポッと座るとここがちょっともう当たって足がね浮く、足がちゃんとここに沿うようにするとお尻ちょっと前に自然と出ちゃいます。はい、ちょっと座面大きいのいいですね。これ長距離楽そうですね。座面のシートバック自身の角度は、調整もちろんセダンなのでできず、ちょっと立ち気味ではありますけれども、足元もゆったりしていて、はい、余裕のスペースがあり快適ですね。はい、運転席回ってみましょう。運転席はこのような作りです。結構シンプルですよね。1840の車幅をほんとフルに活かしてこのワイド感を出している印象ですね。でこういう全部水平基調ですよね。なのでこの広い室内空間をより強調するというような印象です。でこのセンターモニターはこちらでコントロールです。全部アジャストします。触ればこれが調整できる。ちょっと最初慣れるまで、扱いづらかったりします。でも早い段階から、Android Auto であるとか、これも例えば、はい、今カチッと刺すと、よいしょ、そう、はい、カープレイになりますね。 iPhone のロック解除すれば。なのでこういう携帯と連動して、ちなみにカープレイとかをご存知でない方のために参考までに、こういう風になります。なのでこれが携帯電話と全部連動しております。なので携帯電話を触らずとも携帯電話の中身を、まあ、あるいくつかの対応しているアプリのみですけれども、こういうのが今できるように調整できるようになってます。でアウディのすごいのはやっぱこのバーチャルコックピットをいち早く、今多くのメーカーがだんだんそのバーチャルコックピットの方にシフトしていってますけれども、この今目の前の画面はもう全部調整できます。このハンドルで調整できます。オーディオ周り、ラジオとかですね。で、ナビもこういう大画面でバチッと。なので、もうセンターモニターに運転中にこういうふうに目線を落とす必要がないです。
運転視点はこの視点で基本すべてが済んでしまうという、そういう運転のしやすさを持っております。ナビをあんま使わないときにはもちろんメーターを大きくしたりとか、ナビを見たいとか、縮小とかも全部このハンドルで、できたりしますね。もう本国とかですとこのセンターモニターがないバージョンもあるんですね、これ作りを見ても。でなので被らないんですけど、景色には全くこの稜線も被らないんですけれども、でもちょっと気になりますよね、ここに存在していることが。なのでこれがなくなるととってもシンプルなのにっていうのもちょっと思うところですね。上級クラスになるとこのモニターがパコッとしまえたりとかになってきますけれども、アウディは、ちなみにドライブセレクトはこちらにありますね。はい、これを触ってあげると、はい、ダイナミック、インディビデュアル、こういうのが調整できるようになっております。これはオプションで足回りの硬さも調整できるオプションが入っているので、それも連動して、コントロールされます。トランスミッションは電子式です。横ボタンを押して手前で D レンジに入ります。さらに引くと、これで S と D が切り替えができます。リバースはそのまま前方です。パーキングはもうこのボタンを押すだけですね。なので親指でパチッと走行が終わったら、すればいいと。でこれがブレーキホールドボタンになります。サイドブレーキ、電子ブレーキですね、になります。ボリュームボタンともあります。では走っていきたいと思います。ボディの剛性感とっても高いですね。今こういうわだちろ、大型トラックがこの湾岸沿い結構走るので、路面が結構出てますけど、そこを越えていくときにもうこの揺れ方が、横方向もほんとぶれないですよ。前5リンク、リア5リンク、ものすごく横からの支持剛性が高いサスペンション方式を取り入れており、まあその効果もありますね。シャーシももちろん、強いですけれども、なのでサスペンションも強いし、シャーシもしっかりしてるし、なのでその剛性感がすごいです。やっぱクワトロシステムをフルフルに活かそうっていう考えになってくると、こういうガチッとしたボディになってくるんでしょうね。さらに気づくのは、ちょっと静粛性は実はそんな高い感じはしないですね。でこの辺りはなんて言うんでしょう、もう後出しじゃんけん勝ちですよね、この市場になってくると。例えばメルセデスの C クラスや BMW の3シリーズ、アウディの A4、考えてた時にマイナーチェンジ、ビッグマイナーチェンジやフルモデルチェンジのたんびにどんどん静粛性は良くなってくるので、なんかそのあたりはもう後出しじゃんけん勝ちな感じはしますね。そう考えるとアウディの A4 は、本国では確か去年末ぐらいにちょっと小変更加わったとは聞いてるんですけれども、まだこの今の段階で言うと、ちょっと静粛性で言うと、他にビハインドはあるかなという感じです。で、あとちょっと細かい微振動もありますね。シャーシが強い分もうこの辺りは仕方ないですね。ダンピングシステム入ってるんですけど、オプションの、それでもやっぱちょっと、コツコツとかじゃなくて車両の安定感っていうかな、ベタっとしたフラットライドって言えばいいんですかね、フラット感がちょっと弱い感じがします。ある意味だそのあたりがやっぱフロントヘビーな、要は C クラスや、3シリーズとかに対して唯一こういうドイツプレミアム御三家と言われてる中で言うと、A4 はこれ FF ベースのパッケージなので、フロントの車軸に対してエンジンがもう完全前にあるっていう、なのでちょっとフロントヘビー感がありますね。なので横から見たフォルムとかもちょっとフロントタイヤが、から前が長い、ロングノーズっていう言い方するとちょっと誤解されそうですけども、オーバーハングが長いんですよ。なのでその分ちょっと前が揺れやすい。で、前を収めようとすると後ろが揺れやすくなったり、どっちにしても重量バランスが、整ってあげないと、この揺れっていうのはやっぱ低速時の揺れの根本の改善っていうのはなかなかしづらいですよね。それがシャーシが良くなってきたからこそちょっと明確に出てきてるかなというのが最近アウディのって思うところです。しかしこのエンジンパワフルですよ、すごいと思います。このクワトロ自身のやっぱり若干は増える駆動抵抗も感じさせずに豪快に走らすみたいな世界も両立しようとしているので、これ370ニュートン出してるんですね、同じエンジンでも。だそのパワフルさがすごいですよ。
370ニュートンって一昔前で言うと V8 4リッターですよのエンジンが出している力を今このアウディ A4 2リッタークワトロは出してるんですよ。これはだから力強いですよ。しかもそれをたったの1600回転で出してます。1600回転って言ったら一速で考えると、15キロ16キロぐらいですよ。もうそのぐらい、もう走り出して瞬間もうすぐの段階で、あとアクセルさえ踏めばフルトルクぐわっと出る。まあもちろんアクセル操作に対してどういう風なトルク特性でアクセル回路を実際に出させるかっていうのはマイルドさも考えながら調整されているので、ガンとはいかないですけれども、でもものすごいパワフルで、このツインクラッチによってダイレクト感がある。しかし例えばこういうちょっとそのグッて加速する特性があるんですよ。このあたりはもうしょうがないって言ったらしょうがないですけど、パワフルさとツインクラッチのこのダイレクト感のある意味犠牲の部分は、やっぱこのちょっと低速がギクシャクしやすい、1速2速とか渋滞走行中とかにも若干ギクシャク、シフト変速した時にグッと加速したりとか、突然エンジンブレーキがグッと強くかかる感じであるとか、変速ショックがあるとか、もうこういうのは仕方ないですね、ツインクラッチは。だからそこを嫌がる方は普通のオートマトランスミッションを選んだ方がいいです。なので C クラスとか3シリーズはオートマトランスミッショントルクコンバーターがありますので緩和してくれます。いや A4 にもありますよ。 S4 がそうです。 A4 の、RS4 までいかないですよ、ちょっとハイパフォーマンス、めっちゃハイパフォーマンスは RS4、ちょっとハイパフォーマンスが S4 であるので、 S4 になるとトランスミッションは通常の、オートマトランスミッションになってくるので、そうすると S4 めっちゃいいじゃないですか。そう考えるとちょっとまあ値段は張ってきますけれども、まあこの車でもオプション考えると700万オーバーですけどね、車両本体620ぐらいだったと思いますけど、S4 ちょっと興味湧いてきますね、クワトロシステムで。でまあ実際じゃあそういうのをいろいろ踏まえると、じゃあどういった方におすすめなのかっていうと、この2リッターのクワトロに関してはもうやっぱ長距離ドライブ結構する方、アクティブに動く方、雪道も含めてですけどの方におすすめですね。高速道路行ったら嫌なとこ全部消えるんですよ。ちょっとじゃあ例えば若干ロードノイズ、タイヤのロードノイズしますっていうのも、走行音の中に紛れ込んでしまってあまり気にならなくなりますし、このツインクラッチギクシャクしますって言ってんのも、ローギアの低いギアの1速2速とかの要はトルク変動が明確に車に出やすい領域がやっぱ気になるだけで、高速道路行ったら4、5、6速、7速の領域でキックダウンも含めて緩和されるので、回転変動はトルク変動はなので結構穏やかなんですよ。なので追加加速、追い越し加速も含めてマイルドにデリケートに行えるので、高速道路とかではとってもいいですね。それでいてツインクラッチのダイレクト感、アクセル操作に対するダイレクト感もあるので、高速道路本当にいいんですよ。でしかも1840っていう車幅がとても広いので、横方向の踏ん張り感もありますし、クワトロシステムならではの安定感もありますし、個人的にはめっちゃおすすめですね。じゃあ街中はどうかって言われると、街中は 1.4 リッターか肉の方がいいと思います。なぜならば肉になるとトルクが落ちます。こういうピークトルクを出すために1600回転の回転数にしてるんですけど、肉になると340ニュートン、30ニュートン、ちょっとトルクは抑えられるんですけど、同時に発生回転数が1450回転かなんかに落とされるんですよ。そうすると低速領域からよりトルクがグイグイ出るようになるので、そうなってくるととっても乗りやすいんですよね、街中が。なのでおすすめです。街中走る方にはおすすめです。でまあ若干はこの重量バランスの変動によるギクシャクした動きというのかな、フラットライド感が若干少ない動きはあるんですけれども、まあそれ以上に1速2速の、加速する時とかのギクシャク感が少ない方がいいと思うので、街中は FF モデル
遠出する方、アクティブな方は両輪駆動モデル、そういうような使い分けで、うん、キャラクター分けでなんか買い分けていただくのが、これなんか幸せなカーライフ過ごせるんじゃないかなと、いいカーライフを過ごせるんじゃないかなと思います。はい、という A4、 今回は2リッターのクワトロを乗りましたけれども、 S4 や RS4 も改めてちょっとまた乗ってみたいと思いますね。うん、しかしやっぱドイツ御三家みんなプレミアムブランドとして特徴ありますね。やっぱプレミアム、要は他にはないようなそのプレミアム価値、限定的な価値、やっぱ自分たちにしかない乗り味とか世界観をやっぱちゃんと持ってますよね。ということで今日のイカライフ動画はこれで終わります。じゃあまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。イカライフを。